せーの、キバラジ。まあそんなわけでですね、こうやってコンテンツが作られた、作っていくわけなんですけれども、こういったコンテンツを作っていくと、どうしても知識の執着じゃないね、定着、を図りたいっていうか、まあコンテンツ見て、ああなるほどねっていうだけだと、案外分かってるようで分かってないんですよね。そうですね。なので、そういう時に便利なツール、クイズクリエイターっていうのを今回ご紹介をしたいと思います。はい。このクイズクリエイターっていうのはですね、まあ文字通りクイズ、つまりテストを作ってくれるソフトウェアなんですけれども、プログラミングの知識は不要で、9種類のタイプの試験問題を作ってくれます。それから国際標準規格、まあイラーニングの規格のですね、スコーム 1.2、スコーム2004に対応しているので、はい、イラーニングで使っていく上に非常に優れてる。便利ですね。はい、便利なんですよ。それから試験問題がフラッシュっていう形で書き出されるので、ブラウザーさえあれば皆さんで使っていただける。こういった素晴らしい点があります。でもこうやって言葉で聞いてるだけだと、まあなんだかよくわからないと思うので、ちょっと画面で見ていただきたいと思います。よいしょ。これ画面ちょっと映ってる。はい、映ってます。はい。クイズクリエイターで、そしたら何ができるかっていう。ちょっと PNP も入れます。はい。PNP 切りました？あ、もうちょっと入れました。入れました。はい。見ていただけるかっていうと、よいしょ。プレビューというところに押してます、ね。はい。これで、何が作れるかっていうのをちょっと見てみます。こんな形でですね、余計な。今、ファシリタトロダさんがクイズクリエイター持ってるけど普通に面白い。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとじゃあ一回ピンピンは切ります。はい。はい、縦横無尽にやっちゃってください。はい。まあこんな形でですね、択一で何か正しい答えを選択したりだとか、二択で何か選んだりとかですね、よいしょ。はてはこんな記述式の問題を作ったりだとか、ちょっと変わったところは結構並び替えなんかの問題を作ったりね。ワンフーケイムで、さらにこう正しい組み合わせを組み合わせろっていうのを作ったりして、いいです。で、あと最初見せていただいて、見せたのは、あの正しい答え1個選べだったんですけど、正しい答え いくつも選んでねっていうタイプの問題を作ったりとかですね、まあ、こんなものは作ることができるんですよ。で、提出ボタンを押すと、よいしょ、こうやって自動採点してくれて、あなた何点ですよ、合格不合格だっていうことを教えてくれるんですね、はい、なるほど。なのでさっき長谷川さんが作っていってくれたような藍染めはこうだっていうコンテンツを作った後に、そうなんです、もう必須ですよ。そう、最後にじゃあこれで確認テストしようねっていうのを作ると、うん、あのコンテンツ、知識習得型のコンテンツ、特にこういうのでバッチリなんですよね。はい。で、これでも作るのめんどくさいんでしょっていう話なんですけど、でもお高いんでしょ。いや、それはね、この次にはしゃべるからダメそれ、はい、はい、すみませんこれね、問題を作りたいときはこう、おっと、これじゃねえや、まあ、こんな形で問題入力文が出てくるので、こういうところで問題文を入れて、その答えを選んであげる、選択肢とかを作ってあげると、たったこれだけの作業でこういうふうに問題を作ることができるんです。すごい簡単。なるほど。今ファシリトタトロダさんはクイズクリエイターはどんな風に使ってらっしゃるんですかね。ちょっともしツイッター上で答えられる範囲であれば取り上げたいと思いますので、もしよろしければ、書いていただければと思います。はい、はい、でさらにですね、でここで、まあ、こんなすごいソフトなんですけども、はい、はい、でもお高いんでしょう。はい、でもね、そんなことないんですよ。実はこんなに簡単に作れたツールなのになんとワンライセンス16,800円。このワンライセンスってのはどういう、はい、よく聞いてくれました。はい、このワンライセンスっていうのはクイズの問題を作る人一人当たり、まあ、一つの PC 当たりワンライセンスなので、ここの PC でですね、100問作っても200問作ってもワンライスあればいいですし、作ったクイズを100人で受講しても1000人で受講してもワンライスだけでいいです。おー、なるほど。じゃあ2人で作ったりする場合は2ライセンス、まあ、2台の PC で使う場合ですね、はい、インストールする PC1 台あったらワンライセンスなので、はい、はい、なのでとってもお買い得です。これだったらね、それだったら買えますわみたいな。そう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 、あのね、実はね、その割とこう倫理不要な決済でいけたりするみたいでですね、割と皆さんお気軽にお使っていただいています。ありがとうございます。まあ、先ほど長谷川さんの方で利用事例をお問い合わせいただいたんですけど、はい、僕の聞いてる範囲で変わったところだと、実はクイズクリエイターでアンケート取ってるよっていう。アンケート、つまり正解不正解じゃなくて、そうそう、誰がどこに答えたかっていうのが分かる。そうそう、あのね、アンケート、あの正解不正解ってメッセージ変えられるから、何答えてもご回答ありがとうございます。なるほど、賢い。でそうするとこれ履歴が取れるから、うん、誰がどこ答えたか分かると。あと、まあ会社として正解な答えとかも実は内部的に持ってたりしたら面白いかもしれない。あ、なるほど。
まあ、そんな形でいろんな事例を皆さん使っていただいているので、我々の方でもいろいろ教えていただければと思いますし、はい、教えてもらった事例は皆さんにどんどん紹介したいと思います。はい、どうもありがとうございました。というわけで、実は、はい、購入はウェブから、はい、購入はウェブから、はい、http://quizcreator.jp でですね、ここでクイズクリエイターの製品サイトがありますので、製品の概要とかそういったこともウェブサイトに載っておりますし、サンプル教材もいくつか載ってますので、ご興味ありましたらぜひ皆さんこちらから早速事例がツイートされました。読んでください。ファシリトラダ・タトラダさん、社会福祉士国家試験の過去問題を一問一答形式にして希望者に配布しています。おー、すごい、すごいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。もうもっとたくさん使っていただいて、そうですね、我々でも協力できることはぜひ、はい、事例としてご紹介していきたいと思います。はい、はい、というわけで購入はウェブからですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、せーの、キバラジ。はい、そんなわけで今週のキバラジ終わりました。はい、来週、明日、明日のキバラジは、今週の基盤と話したのと製品紹介、まあ、スマートフレームに関してですね、はい、まあ、例えばクイズクリエイター、ただ単にやるだけだと、まあ、問題答えて自分で自己採点するってだけになっちゃうんですけど、はい、スマートフレームとのを組み合わせると、あの誰が何点、いつ受けて何点だった、何回受けて何点だったっていう履歴が全部取れるようになるので、それが便利なんですよね。なるほど。それから例えば社内研修、それも必須型のやつで必ず全員合格しなきゃいけないような問題、情報セキュリティだとかそういうやつもスマートフォンに取ればちゃんと全員合格したんだぞっていう証拠を取れますから、すごい連携して使っていただいている方多いんですね。まあ、なので明日はそのあたりスマートフォンについてご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、では皆さん、今週も今日も素晴らしい、どうもありがとうございました。また明日。また明日。